というわけで今日はね、倉敷のあの向かい、あ、向こう山かっていう場所に来ました。向こう山っていうのはね、まあ僕も倉敷の人間なんですけど、昔からね、あの、まあ、いろんな都市伝説があるという山です。で、まず最初に来たのが公園です。ここはね、なんか夜な夜な男たちが集まってみたいな、なんかそういうスポットらしいんですよね。まあ、残念ながらあの今日は車が1台も止まってない中での来たんですけど、ちょっとブラブラしてみましょう。来ました。これは公園なん、公園のトイレ、駐車場部、公園内で風紀を乱す行為は禁止します。見かけた方はすぐ110番。まあ、風紀を乱すというのはどういうことなの。まあ、ごく一般的なね、トイレ。ちょっとライトがね、暗すぎてダメなんですけど。時代の車が来ました。通り過ぎていきました。まあ、普通のね、公園なんですよね。まあ、昼間はね、結構明るくて、まあ、子供とかね、まあ、家族連れ、まあ、にぎやかなところで、夜になるとちょっとまた変わって雰囲気です。こういうね、遊具があるようなね、場所です。アドベンチャー。これ最近できたのかもしれないですね。比較的新しい遊具ですね。まあ、それまでは多分あのそんな大したというか、まあごくごく一般的な遊具があったのかもしれないです。比較的綺麗です。で、あの向こうにもなんかテニスコートがあるみたいです。ずんと明かりがね、あります。テニスコートって多分運動場ですね。その では、そこから倉敷のね、町並みが見えます。そこにね、ハローズのマークがあるので、位置的にはやっぱりちょっとあの倉敷駅から西寄りですね、だいぶ。はい、で、
まあここはねこういうちょっとまあこういう場所です。特に今日は何もない感じですけど、まあ昔の話ですからね、これもね20年以上前の話で、まあ、風紀を乱す行為が行われていたという先輩からの話です。元気。続いてあの2号線とかね、そういう国道から見える山の上にね X の文字をしたホテルが見えると思うんですけど、まあ、意識しないとわからないと思うんですけど、それがこの向こう山の山頂付近にあるっていうことです。こんな感じですね。ちょっと中に入るとあれなんで、ちょっとはまあ値段がね、まあ、こんな感じですね。皆さんもし行かれる方いたら参考にしてみてください。立派な建物です。 X の文字が、あ、車が出てきましたね。ちょうど入っていくような感じですね。結構隠れ家みたいな感じなのかな。昔はですね、なんかこの近くにね小町温泉っていうね温泉があったそうです。この辺かな、あったそうです。でこの下にねトンネルが通ってるんですけど、それも小町トンネルっていうね、名前だったり、まあ、絶世の美女がこの辺にいたということなんですかね。
ちは明るいですね。まあ、ここはこういう感じですね。まあ、結構でもこの浦敷の人からしたら、まあ、ある程度はね、どんなものかっていうのを分かると思うんですけど、まあ、X、まあ、ホテルかなっていうイメージなんですけど、初めて見る人はあそこは何だと思うんですね。これも多分これもね、30年以上前ぐらいからあったと思うんですけどね。グランピング空庭、続いてのスポットなんですけど、この国道2号線で、ね、通るとこの橋がねあるんですけど、これが有名な言葉では言えない NG ワードの橋なんですけど、ちょっと車が来るんでめちゃめちゃね危険な感じなんですけど、まあ、たまにね結構こういう車ね止まったりするんですよね。まあ、なんでかっていうと、まあ、このね、ここから綺麗な、まあ、絶景いうか、まあ、夜景がね、見渡せるという場所なんですよね。まあ、ここはねこういう感じです。まあいろんなね都市伝説がある場所なんですけど、特に何もなくです。
でこの金網もね、なんかまあいろいろ事件があって設置されたそうです。で続いてはね、なんか洋館、向山洋館っていうのがあるらしいんですけど、ちょっとねそれも大昔の話なので実際存在するのかわからないですけど、ちょっと行ってみようかなと思います。人相、人相プレートを確かめて、なかなかないですよねこの時代にこういう感じのやつ、まあ、いるんでしょうね。というわけで今日は、こんな感じです、まあ、第2弾的な、ね、感じ。前回は昼間だったかな、夜はちょっと来たか来た覚えがないような感じなんですけども、はい、特になんかあったわけでもなくということですね。なんかちょっと違うところに出てきました。なんか懐かしいな、ここ僕があの、高校受験で天城高校を受けたんですけど、まあ、その受験日があって、もうボロ負けで帰ってくる時の道ですね。もう全然ダメで、でも何なんか道に迷って、多分この辺とかブラブラしたような思い出があります。まあ、あれも2月3月ぐらいでしたかね。懐かしい思い出、本当今みたいなシーズンでした。まあ、昔はね本当にいろんな都市伝説があったんですけども、今はもう本当にそういう都市伝説っていうのがもうなくなってきましたね。
まあ、そのね昔の痕跡をたどりながら、全く変わってないところもあれば、まあ、変わってる部分、まあ、洋館とかね、昔は門があったんですけど、多分今本当に改築されて、改築というかもうなんかショベルカーとかが入ってたんで、もうね有効利用なんですかね。まあ、ぜひ皆さんなんか岡山市内じゃなくて倉敷市内でもなんか都市伝説あれば、ぜひあのコメントでもいただけたらなと思います。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。